はい、でも起きたらめっちゃ顎が痛くなっていたミソです。はい、本日はですね、ほかほかホリデー高校における絶対に覚えておいてほしい必須テクニックを皆様に伝授していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。このね、ほかほかホリデー高校、点数時代をねバンバン出しやすくなっている高校ではあるんですけども、経験点バランスが結構崩壊しがちなんですよね。特に技術と変化に偏ってしまって調整力が上げられなくなる、これねあるあるだと思うんですよ。で、変化が乾燥するっていうね、はい、これはなるべく避けていきたいということで、セク1でできるある厳選方法を伝授していきたいと思いますので、興味があるという方はぜひ最後までお付き合いください。で、それが何なのかと言いますと、練習5回踏んだ際にいただける浮き輪ですね。はい、この色をぜひ厳選してほしいなというふうに思っております。はい、まあ、このね、サーフィン、水上バイク、ダイビング、ヨット、カヤック、釣りにね、練習改革をくっつけることがね、浮き輪の効果でできるんですけども、そのね、浮き輪、赤が筋力、緑が技術、オレンジが変化、白が精神となってるんですけども、赤か白の浮き輪が最初出るまで、セク1、ニュータイプをねぜひ繰り返してほしいなというふうに思っております。はい、赤が出れば、筋力ね、例えば水上バイクだったりね、釣りに、くっつけることができますので、筋力精神を補充することができるんですよね。はい、で、白だったら、サーフィン、はい、くっつければ筋力精神取れますし、ヨットにくっつけても筋力精神取れるんですよ。はい、というように、もう常に筋力精神はもう入れていく、はい、という考えで、サクセス立ち回っていただけると、経験点バランスがね非常に整えやすくなりますので、ぜひねそちらやってほしいなというふうに思っております。はい、まあ、実際やっていきましょうか。普通に、そこまでサクセスやっていきたいと思います。まあ、変化はね、まあ、ハマってるサクセスでもほぼカンストまで行くことあるんですけども、技術はね本当にまあちょっと取りすぎてもね、筋力がなくて結局余っちゃうとかいう形になってしまいますので、まあ、それはねできるだけ避けたいですね。で、結局筋力があっても精神がなくて、どうしようもなくなるっていうのもね、全然ありえますので、はい、まあ、赤と白の浮き輪がこのね、あのほかほかホリデー高校の、まあ、攻略の鍵といっても過言ではないんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと練習はいつもは時間かけて選びますけども、なんとなくで今回は選んでいきます。今3回踏んだので、あと2回ですね。怖いですね。で、次、浮き輪が入るはずです。その浮き輪の色。まあ、2分の1で当たりなので、そこまでね、厳選に苦労はしないんじゃないかなというふうに思っております。で、このレベルアップも一旦待っておきます。まあ最初は評価上げって感じでいいと思うので、さあここで何が出るか。はい、今回は白の浮き輪ゲットできましたね。はい、これはもう当たりなので、このまま続行していきます。で、ここも大事なんですが、白の浮き輪今もらいましたよね。で、よっしゃヨットもちょうどあるし、これレベルアップ実行しちゃおうと、なりがちなんですが、まだ待ってください。はい、これには理由があるんですよね。9月4週にアイテムを増やすイベントが、発生するんですよ、確定で。なので、そこでさらにこのもらった白の浮き輪を1個増やす、これによって、サクセスの安定感がマジで上がります。これ赤の浮き輪も同様にね、同じような話でございます。さあさあさあ、9月4週がそろそろ来ますね。自己紹介後イベ積むとマジでめちゃくちゃ引っ張られますよね。さあ、で、レベルアップ、まあ、水上バイクくらいは全然しちゃっていいとは思うんですけども、まあ
一旦置いておいて、なんか今どこもいまいちだな。水上バイクも、まあ時等の評価上げる感じでいいか。はい、でこの後でございます。後イベが発生して、はい、ここはい、このね、お兄さんが来て、増殖本舗の増淵、はい、初めて名前知りました。はい、一つ複製してあげましょうとね、言ってくれるので、先ほどもらった白の浮き輪を複製しましょう。はい、これがマジで大事なんですよ。で複製してから、はい、先ほどのヨットに、ヨットのレベル上げをしていくと。うん、でこれでね、白の浮き輪が、一つ増えた状態で、まあ、次狙うはね、このサーフィンとかに、くっつけてあげるとマジで安定します。はい、もうサーフィンとヨットをひたすら踏んでいけば、まあ、経験点が勝手に整うっていうね、理想的な形を取ることができます。はい、逆に赤の浮き輪だったら、水上バイクと、まあ、おすすめは釣りですね、はい、にくっつけてあげれば、4つの経験点がね、しっかりと入ってきますんで、しかも筋力精神もしっかり入るというところで、サクセスがかなり安定するんじゃないかなというふうに思っております。はい、浮き輪は完全にランダムですので、はい、まあ2分の1って考えたらそこまで苦労しないと思いますので、ぜひねここ粘ってほしいなというふうに思っております。はい、これするだけでマジで経験点のね、バランスの崩壊が、まあはまんなかったらしょうがないですけども、比較的、バランス崩壊を抑えられると思いますので、ぜひやってあげてほしいなというふうに思っております。まあ、あと、まあ、できれば、イベキャラの、まあ、得意練習ですよね、はい、をまあ、今回だったら白の浮き輪もらってるんで、サーフィンとヨットに、まとめてあげると、もっと点数も、出しやすくなるかなというふうに思っております。まあ、そこまでね突き詰めると結構大変なんですけども、それが狙えると、まあ優位先発とか、まあ、それ以上の選手はね、ガンガン作れると思いますので、ぜひ実践してみてください。はい、まあ今回ね、今回というか今日のいつ上がるか分かんないですけども、こちらのねデッキで UE7 のね投手も作ることできましたので、サクセスの方もぜひお待ちいただけたらなというふうに思っております。今回説明したねこの浮き輪厳選もしっかりと実践しておりますということでね、ぜひ9月1週でもらえる浮き輪を厳選してあげて、赤か白が出たら9月4週に複製してあげるっていうのをやってみてください。はい、これだけです、今回の動画。はい、ただこれやるかやらないかでマジで変わってきますんで、ぜひ、今後のほかほかホリデー高校のサクセスに役立ててほしいなというふうに思っております。っていう感じで今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録者ではぜひよろしくお願いいたします。ちょっと顎が痛くて声が聞き取りづらかったら申し訳ございません。それでは失礼します。See you.